スパキラインよりも夜のニュルの方が慣れている。はい、こんにちは、ピカです。今日ね、アセットコルサコンペティションをね、やっていきたいと思います。プレイステーションにもいよいよニュルがね、来ましたと、日本語版にも来ましたということで、皆さんニュル楽しんでいますかというところで、今日はね、無料で配布されたアセットコルサコンペティションのムスタング GT フォード、これやっていきたいと思います。なんと無料ですね。まずはまたね、 PC 版からの配布ということで、1ヶ月半ぐらいかかるんですか。またね、プレイステーションにも来ると思いますので、ぜひね、楽しみにお待ちくださいということで、まずはね、 PC の方でやっていきたいと思います。走るのはニュル、当たり前。さあやっていこう。はい、ということで、フォードムスタング GT GT3 やっていこう。あ、そう、かっこいいね。よいしょ。たまたまさっきこれ VR でやってて、 VR やっぱアセットコルサコンペティションで VR いいなと思いながらも、動画化してないっていうね。はい、ということで、今日はハンコンはね、グランツーリスモエクストリーム DD エクストリームかということで、ファナティックですね。実質的に潰れたんじゃないかと。事業再生中ではありますが、日本の事業再生法と違って、今一回整理だからね、それは株主の許可なく株価をゼロにできる法律があるドイツ、恐ろしやということで、まあ、どうなるんでしょうかね。どんな経営したら一体そうなるんだと言いながらも、1時代のね、こういう製品を作ってくれた CEO にはもう本当にね、敬意を表彰したいという思いはありますが、なんてことしてくれたんだという思いもありながらも、ね、失敗を叩く世の中ではない方がいいと思いませんか。大渋滞しておりますよ。曲がらない。フロント重すぎる。あ、 GTR に行かれてしまった。重い。FR と違って重い V8 が乗ってんじゃねえ、これ知らんけどな。フロント荷重を作るのが楽そうで大変。荷重作るのは大変じゃないんだけど、その後重さがさ、ターンインした時にこの辺でフリップ付近でタイヤにめちゃめちゃこう荷重が乗ってんなみたいなイメージがありますよね。打を一発で決めていかなきゃいけないというような、パスでというか修正が効かないというか、いずれにしても効かないんだけど、なかなかフロントが曲がってこない。といかない、エンジン重っ、逃げてっちゃう。フロントがアンダーだ。フロント重っ。この辺を感じられるのがすごくない。車に文句言いつつ、
やここもやばいよね、単位しなくて遅いな、ちょっとなんか単位する方法あんのかな。とにかく重いエンジンが前に乗ってて、その前の二輪をいかに綺麗に荷重を、よっしゃこいつ行くぞ、着いちゃった。さてコンビニにも寄ったし、ちょっとコンビニに寄ってましたね今ね。あそこコンビニがあるんだ。ちょっと喉乾いちゃったんでコンビニに寄ってました。いやー FR 本当に苦手、重い。この時になんでこんな運転できるんだろう。イメージだよな、イメージ。ああ外に逃げてっちゃう。行けそうで行けない。来週がないとね、ケースを。前が見えない、前が見えません。テールトゥーノーズだけど、ここ入れる、入れる、入る、マジか、すごい。そこで抜く、そこで抜く、俺すごい。実車だったら絶対できない、絶対あんなとこ入れないよね、怖くない。高速コーナー良さげだよね、マクラーレンは。セットコルサコンペッツォーネは本当に一台一台車がさ、うわーその動きする、違うからいいよね。得意なコーナー苦手なコーナーっていうのが本当にはっきりあって、うわーどこを走ってる、そんなんあり、アグレッシブすぎないマクラーレン。ワイド、あーちょっと待って、次、あーそっち開けたらはみ出た。そんな行かれんの。なるよな。ここ苦手やな。重いよ。フロントが重いよ。困る。拝借いたしまして、はい。
底飛んじゃうのか。よいしょ、大丈夫ですか。あ、ちょっと待って、ちょっと録画状況が気になった、録画 PC の画面に目が行ってしまった。申し訳ない。うわー、きつい。いやー、ツッコミ結構買ってんのにな。いけ。うわー、17位出る。さあストレート、スリップいただきますわ。絶対もらう。何が何でもスリップもらう。スリップおいで。わあ、ちょっと効いてるか、ちょっと効いてる。うわあ、どうだどうだ、ちょっと近づくか。これ立ち上がって壁に当ててでも壁に当ててリミッターに当ててたらちょっと狭がる。はい、ということで、あと一周あんの、なんで、あれ、そういう設定だったっけ。さあ、一周頑張ろう。いや、楽しいな、でも本当にな、セットコルサコンペティスも。結構強いのかな。ライダー間違ってる。ここ苦手だな、本当に。くっそ、ちょっと待って、ちょっと待って、集中。なんじゃ、1じゃねえの、2だ。オレンジボール出てる。俺にオレンジボール出てるんだけど。こんなんあり。気のせい。え、いつからオレンジボール出てた。全く気がつかなかった。電気。すいません。電気。
夜めっちゃ綺麗。夜めっちゃ綺麗じゃない？何これ？え、ニルの夜めっちゃ綺麗。先日 BRZ で夜のスカイラインを知ってきましたんで、その雰囲気にめっちゃ似てるな。そして自分でも驚いてるのは、スカイラインよりも夜のニュルの方が慣れていると。おかしくない？絶対抜かさせない。あぶねー、行き過ぎた。ブレーキボーイで分かんなかった。さすがに突っ込みすぎだけど、結果的にいつも手前でブレーキするよりは速いと。うわー、ここもやばいね。ちょっと待って、待って待って、真っ暗闇の中、夜の峠の、いやいや、ダメでしょ。高速コーナーは きついわ。やばいね、見えないもん。前見えないどころか、簡単に言えば表示されてないもん前。夜のニュルすごいな、ネオンバチバチで。遊んでないでレース見ろみたいな感じになってるよ。うわーすごいよこれ。ねえ、レーザーピカピカして、走るな本当に。すごいな、俺。夜のニュルやば。結構あれだね、パーシャルでフリップ付近をちょっと転がそうとしてパーシャルにするとアンダー出るね。あー、ここはみ出るよね、さっきから。ここっつってどこだか分かってるんでしょうか、皆さん。全開なのにな、全開じゃいけねえな。マジで見えないもんな。
しょう。さあストレート入ってきましたけど、ライトアップあったライトアップあった、ライトアップにすればよかった、失敗したライトアップあった、これなら見えるわ。あ、流れる。はい、ということでゴールということで、今日はね無料で追加されたフォードムスタングやってきました。いや夜のニュル最高に気持ちいいけど、怖さが本当にめちゃめちゃリアルじゃない本当に。はい、ということでまたね、これやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。アセットコルサ2も出るらしいよ、もうそろそろ出るらしいよ。